最低限でいいかな。一人一人の持っている力が、持っている力がそもそも一人一人がたくさん力を持っていて、それを発揮できる場になっているっていうのがいいところだと思います。ちゃんと意見が言える関係を作っているっていうところが、なかなか大人でもできないことなので。偉いなと思いますね。仲がいいって言ってもベタベタしてるわけじゃないし、馴れ馴れしいわけじゃなくて、っていうか先輩後輩関係なく演劇をやっている演劇人としてお互いを尊敬してるし、そういう尊敬のもとで成り立った信頼関係があって、役者同士、スタッフ同士、演劇をやっている者同士って感じで対等に渡り合って、対等に関わって話してで一緒に進んでいけるような、そういう仲なので、そこは自慢っていうかいいところだなと思います。お客さんに笑って楽しんでもらって、終わった後に来てよかったって言っていただけたら、それが一番嬉しいし、私たちもやってよかったって思える瞬間なので、役者もスタッフも全員が一丸となってお客さんに楽しんでもらって、自分たちも楽しんでっていう、そういう公演ができたら一番いいなと思います。